はい、どうも、まさきんくんでーす。はい、今日も動画上げていきたいと思います。サカツク動画やっていきたいと思います。はい、今、いきなり画面が、その試合の画面になってるんですけど、はい、Jリーグ開幕したところで試合をやっていきたいと思います。まあ、基本試合は飛ばしていきたいと思います。そうですね、まあ、この間の動画から、まあ、ちょこっとだけ進めるだけですね。で、今 J リーグも始まったところで、まあそうですね、まあ初戦負けちゃいましたね、 2-0 で柏レイソルまあこれから強くなっていくと思うんで、まあしっかり練習とかもやっていって、いろいろやっていきたいと思いますね。最近なんか、動画に上がってきて、サッカー、そうですね、昨日、日本代表やってましたけど、誰だ、そう、清武、すごいっすよ。見ました、皆さん。清武、昨日切れてましたよね、パスにしてもそうですし、まあ、いろいろプレースタイルとかを上げていって、まあそうですね、能力練習やって、まあ選手の能力を上げていけこうっていうのがまあまああれなんですけどまあぶっちゃけなんか捨て駒みたいなもんなんです。捨て駒って言い方変ですけど、まあ今後選手がどんどん入れ替わっていくんで、ここは、はい、なんでまあそんなにそこが気にしてやっていくこともないのかなって思われますねちょっとチーム戦術で使います。キーマンが使います。同級生だからっていうのもまあなくはないんですけど、そうですね、昨日も、まあ、宇佐美選手も頑張ってましたよね。年は同じなんですけど、かっこいいなって思いますよね。やっぱりそのそういうプレーとか見たり、ドリブルでもそうですし、まあまあ、あのいつが後半入ってね、流れっていうか、まあ、膠着してたんで、まあ、結構ね、引き戻ってくるような感じがあったんで、で、今のさっきのが、あのサポーターの方で回せたんですけど、っていう方ですね、まあ、チームをこう、引っ張ってくれるサポーターです。全然勝てないですね。まあ、こんなもんか、最初は。J2 降格ワンチャンなくもないですよね。それは避けたいんで、まあ、一生懸命頑張っていきます。まあ、昨日、清武面白かったですよね。2本も破れてたんで、あんなん僕初めて見たっすよね。背中からこう、キャプテン翼かよぐらいの。勢いがある感じの破れ方してましたよね。マスタシー、そうですね。まあ、昨日香川も途中食べて、
やっと、やっと初得点ありました。やっと。香川も頑張って、まあ、本田も、まあ、点取って。まあ、内容的には前半はすごい良くて、まあ、後半がちょっと、まあ、悪かったような感じはしたんですけどね。すいません、あくび出ました。ちょっと建設行きますね。ちょっとクラブハウス行きまーす。で、ちょっと施設を、間違えた。スタジオにします。つらいです。で、まあそうですね、まあ僕たち、その、なんすかね、一応そう、収入とかも上げていきたいんで、基本的にはこういうファーストフードとか、レストランとかっていうところをまあ抑えていきつつ、まあ満足集客はもう後々にこう勝手にこう増えちゃっていくんで、集客とか特にそうなんですけど、まあ、収入ですよね。だからもうファーストフード取りますと、まあそうですね、レストラン、そうですね、レストラン取っていきますね。で、こんな感じでスタジアムも大きくなって、まあチームのそうですね、クラブハウスも大きくなって、どん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 こうチームも強くなってやって、こう経営をね、良くしていくのがまあテーマなんで、やっていきたいと思います。最近なんか面白い話はないですよね。まあまあまあ、いや、でもこの間あのやってましたよね、バルサとレアル。あ、バルサとレアルじゃない、リーガの久々レアルが負けてましたよね。 3対2で負けてましたよね。まどっか忘れましたけど、適当ですよね。僕実は性格すっげー適当なんですよ。で、この間、会社の社長と、そうだな、あの、長島スパーランド、あの、三重県に行ってきて、長島スパーランド行ってきたんですけど、まあ、ひどいっすね。僕、そこでも、もう、めっちゃびちょびちょにされて、もう、笑えなかったっすよ、もう。あの、アトラクションが、一番最初に水浸しみたいな。まだ何も乗ってないのに、びちゃびちゃみたいな感じになっちゃって、ま、地獄でしたね、あれは。はい。で、今、ちょっと話戻すんですけど、坂月の方に。で、スカウト指示で若手発掘ってあるんですよ。で、これでまあまあ、いろんなところあって、まあ、こういうところとか、まあ、連れてくるんですよね、若手の選手を。こういう情報で。で、それでまあ、クラブユースに入っていって、まあ、その、クラブユース自体も強くしていったり、やっていけたり、ガジバンダリ、違うわ。っていう感じでは絶対面白くないなっていう感じで、そうやってまあ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 、これしょうもないギャグも入れながらやっていきたいと思います。ということで、まあまあまあ、こんな感じでいろんな坂つくでこうやってね、移籍オファーとかも見れるんで、で、ここで結果とかでやっていきます。で、まあ4月の1週目やってるんで、みんな調子悪いですよね。自動給与でまあほどほどに休むようにしときますか。うん、強くないんで、やっぱ練習しないと強くならないんで、やっぱり、まあ、連携もついてきてるんで、まあ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 、ぼち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 、そうですね、強くはなってきてると思いますんで、ね、